では今から腰痛に効くストレッチをやっていきます。まずベッドに対してこのように膝を立てた状態にします。で、伸ばしたい方の足をこのように組みます。この時点で結構伸びている方は多いのですが、もう少し強く伸ばしたいという方ですと、体をまっすぐにした状態で上半身を前に膝に近づけていきます。こうするとこの辺りの筋肉がすごい伸びますので、腰痛の方ですとここを伸ばしてストレッチするのがおすすめです。